はようございます。どうもタブです。どうも桃肉と申します。というわけで今回はですね、先日こちらのですね、遊戯王デュエルモンスターズ20周年アニバーサリーセットで、これにボリューム1のパックが復刻で入ってるっていうので、それを開封とか人のやつ見てね、テンションが上がったんで、うん、ちょっとあの昔のテーマ使いたいなと思って、僕暗黒市街のデッキを作ってきたんで、それで遊びましょう。出てないけどブルーアイス、あ、パッケージにしか出てないやつ。そうじゃあ遊んでいきましょう。はい、行きましょう。はい、じゃんけんポン。はい、こっち。うん、ここはい、はい、じゃあそこもらいます。じゃあ手札のブルーアイズホワイトドラゴンを見せます。お、それとなんです。あ、ブルーアイズ見せると特殊がないんですね。はい、のみエンド弱っ。え、はい、じゃあドローで、僕もじゃあゆうきさんっぽいカード使うから、コールジのレーザー発動。うん、ゆうきさんっぽい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 、コールジのレーザー、ゆうきさんっぽい。あ、レトリゾネーザーマジでレトリゾネーザー召喚ね。はい、レトリゾネーザーは召喚成功時に手札から、レベル4以下のモンスターを特殊召喚する効果があるので、はい、これでリュウマドウの守護者を特殊召喚ね。はい、どうぞ。はい、リュウマドウの守護者召喚の効果あるんですけど、今回使わないです。はい、そのままレベル4と2で、シンクロ召喚。はい、レベル6、大地の騎士、ダイナイトをシンクロ召喚。はい、懐かしい、懐かしい。これもこれ暗黒試合だ。そうだね。うん、二刀流になってる。うん、二刀流になってる。うん、暗黒試合。うん、ちょっと暗黒試合じゃない気がするけど、まあ暗黒試合だ。暗黒試合。じゃあ、沼地の神王を切って、デッキから融合を探します。はい、はい。じゃあ、ミラクルシンクロフュージョンを発動。はい、フィールドと墓地からシンクロモンスターを融合素材にする、うん、融合モンスターを融合召喚します。はい、じゃあ墓地の沼地のマシン王と、大地の騎士ガイアナイトで融合召喚します。はい、地点の騎士ガイアドレイクを融合召喚。はい、はい、ガイアドレイクは騎士ガイアナイトと、シンクロモンスターとで融合召喚できるモンスターになります。でガイアドレイクは攻撃力が3500あって、効果モンスターの効果の対象にならず、効果モンスターのストームス、効果では破壊されないです。はい、なんでバトルフェイズ。はい、パンチ仕方ない。クロー3500。3500ですね。じゃあ500ダメージ、500ダメージで残り7500。はい、じゃあターンエンド。はい、じゃあターンもらいます。どうぞ。ドロー。はい、じゃあそれだからトレードインを発動します。はい、エグだからブルーアイズホワイトドラゴンを墓地に送って、スドロー。はい、手札から、はい、カウフォーマット。この通り式引けなかったせいだ。はい、どうぞ。うん、仕方ないね。墓地のブルーアイズホワイトドラゴン一体を除外して、手札からカオスマックス。ああ、そういうやつ、そういうやつ。殴り合っていこう、殴り合っていこう、殴り合っていこう。はい、バトル。はい、パンチ。オッケー、4000で3500だから破壊される。はい、500の1枚つけてターン終了。オッケー、じゃあドローで。これどうするかな。フィールドにカオスフィールドを発動します。はい、はい、真ん中奥に、うん、ちょっと見づらいです。はい、カオスフィールドは発動時にデッキからカオスソルジャーか暗黒士ガイア系のモンスターを発動ができます。はい、暗黒士ガイア系、ガイア系、ガイア系みたいな。暗黒士ガイアロードを察します。はい、こっちもデッキ上版のカードです。そうね、うん、暗黒士ガイアロードは相手フィールドにモンスターが存在して自分フィールドにモンスターが存在しない場合、このカードを手札から特殊召喚します。おう、はい、攻撃力2300のモンスターですね。はい、一旦に一回このカードよりも攻撃力が高いモンスターが相手フィールドに特殊召喚されると、うん、自身の攻撃力を700ポイント上げます。まあそれでも3000、ね、まあでも特殊召喚もしちゃってるからな。そうだね。のなんですけど、まあここからですね。死者の手を発動。はい、対象が墓地にいる竜魔道の守護者。はい、竜魔道の守護者を特殊召喚します。はい、竜魔道の守護者は召喚成功時に手札から、カード1枚捨てると、デッキから融合と名前の付いているカードを察知することができます。はい、この効果で察知するのが融合。はい、じゃあ竜魔道の守護者2つ目の効果で、うん、エクストラデッキの融合モンスター1枚を見せて、そのモンスターカードにて記されている融合素材モンスター1体を自分の墓地から裏側守備表示で特殊召喚できます。裏守備ね。はい、で竜騎士ガイアを見せて、うん、暗黒騎士ガイアを裏守備でセットします。はい、はい、でこれでさっきのターン沼地のマシンで融合をサーチしたので、うん、発動して、竜魔道の守護者と、暗黒騎士ガイアで融合召喚。おお、
竜騎士天下の竜騎士ガイア。なんか違う。強化系です。ああ、さっき見たら違う。ゴンズさん。ゴンズさん。あの、伸びてるじゃん、いろいろ。伸びてるけど、このトレードしかない。はい。で、こいつが融合召喚成功時に、まあ、統合召喚成功時か。うん。統合召喚成功時に、デッキから、スパイラルシェイバー1枚を手札に加えることがあります。はい。スパイラルシェイバーを手札に加えます。はい。知ってる？知らない？いや、必殺技ってことは知ってるよ。バザーになったんだけど、その後、あの、ロビのバーサス3みたいにカード化されたやつなんで、うん、これをサポートしてくれるのが、アンクシガイめっちゃ書いてあるじゃん。うん。これをサポートしてくれるのは、基本的に粒子ガイアしかいません。粒子ガイアしかサポートしてるわけ。ほう。じゃあ発動するね。はい、どうぞ。で、スパイラルシェイバーの効果は2つあって、1つが、アンコキシガイアか、疾風のアンコキシガイアか、粒子ガイアが、守備上のモンスターをアタックしたときに、うん、その守備力が、攻撃力を超えた分だけ、戦闘ダメージ与えるって、要は貫通しますよ、ね。おぉ。こいつもかかるこいつ、はい、あの、竜騎士ガイアしかない。うん。ガイアモンスターじゃなくて、うん、竜騎士ガイ ガイア、うん、じゃないとサポートを受けれないんですけど、うん、こいつ、映像効果で、フィールドにいる限りは、竜騎士ガイアなんだ。ああ、そういうそういうやつ。あれ、ブルーアイとかどうなんだ。ああ、そう、ね、いるじゃん。いるね。ここにね。いったね。これね。いるね。フィールドが墓地にいると、ブルーアイとかドラゴンとしては使う。それと同じ。それと同じ。はい、リュウチガイアなんで本家を出ます。で、加えてこのカードアンコキシガイアには何の効果も与えてくれないんだけど、うん、リュウチガイアモンスターが、相手に戦闘ダメージを与えると、うん、自分はデッキから2枚ロゴして1枚捨てる、うん、天使の施し的な不利なことがいいリュウチガイアなんですよ、うん、なんで本家を受けるんですよ。なるほどね、はい、ただ、うん、それ4000あるって4000あるよ。バトルで、はい、じゃあ、リュウキシガイアでパンチ要請あるよ。で、こいつ普通のリュウキシガイアただのバリアなんだけど、こいつは効果があって、うん、アタック宣言時にその相手モンスターの標識ゲージを変更できるんですよ。おうおう、グッキーやめて。で、これ最初取らないんだけど、これ対象取る書き方じゃないんだよ、うん、そうだね、うん、あのバレルロードと同じ戦闘するモンスターを強制的に吸うみたいな。うん、なんでグッキーしてもらって、うん、じゃあそのままパンチで、ちょっとゼロなんだけどやめてくれる？貫通に攻めてくれる？はい。で、相手倒したんで2枚とかします、うん、あ、はい。で、1枚捨てます。これもうアンコキいらんわ。ひどい、扱いがひどい。だでもちゃんと粒子が使ってる、君とは違うの。そのブルーアイズなんちゃらドラゴンとかで頼ってる、カオスマックス、うん、カオスマックスに頼ってる君とは違う。僕ちゃんと粒子がやる、マジ粒子がやる。天使、天使させる。はい。で、バイオロードパンチ、はい、2300、2300です。あははは、まだライフが残っているぞ。で、さっき、じゃあ、融合解除を、こいつに対して。リュウキシガイア。はい。で、融合解除は、エクストラデッキにそのカードを戻して、その融合素材にしたモンスターが、意識墓地に揃ってると、そのカードを特殊召喚します。いや、さっきいらないって言ったじゃん。じゃあ、暗黒シガイアと守護者に分離します。はい。で、そのまま暗黒シガイアで、スパイラルシェイバー。あれ、これ赤いやつじゃない？2300。2300。残り2600だったな、2300で。はい、300。ユーマゾンの守護者パンチ。逆の方が良かったんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。どう？いや、うん。ちゃんと粒子がやってなかった。ちゃんと粒子がやる。ちゃんと粒子がやる。これさ、カオスマックスにしなければよかったのかな。そうだね。折ったのが良かった。折ったのが良かったんじゃないかな。ねえ、守備高いしね。高いしね、うん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、懐かしいね。懐かしいね、うん、なんかガイアモンスター増えたなって思ったけど、うん、多いね。気づいたらなんかいろいろと増えてる。いろいろ増えてる。あ、増殖するガイア、これね、最初カオスソルジャーコーチと悩んだんだけど、うん、まあ面白いかなと思ってガイアコーチにしました。なるほど。ただガイアコーチ、わかると思うんだけど、うん、反動を回収する手段がスパイラルシェイバーしかないので、うん、あそこを割られるとか、そもそも竜騎士ガイア系のモンスターが立てれなくて、うん、反動の失った損を取り返せないと負ける。なるほど、うん、あとは竜騎士ガイアでは突破できない系のモンスターが出てくると負ける。あ、魔王竜ベールゼっていうのがいて、うん、戦闘効果で破壊されない上に、うん、あいつ戦闘ダメージで超えられると上昇するんですよ、その厄介ね。厄介ですね。そういうやつは入ってないからなっていうのが出てくると、そもそも3000だってあるんで超えれないんですよ、あいつ。なるほど。っていうのが出てくるときつい。ああ、表示形式を変えても3000あるからどうにもならないぜってやつが出てくるときつい。うん、なるほどね。はい、っていうちょっと弱点はあるんだけど、まあ、使ってて面白いので、うん、確かに面白い、ぜひぜひ懐かしさを感じました。
まあ、ブライズも面白いんだけど、まあ、ブライズよりもこっちもね、昔のカードいっぱい使うんで、まあ、竜騎士ガイアを僕は使ってたんで。竜騎士、天章って書いてある気がするんだよね。いや、でも竜騎士ガイアとして扱うっていう記述あるんで。いや、ブルーアイズさんめっちゃ大活躍だったし。いや、でも君、カオスマックス最終的に使ってた、ね。キャットレードインでちゃんとあの素材になって捨てたじゃん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけで、ぜひぜひ興味があったら作ってみてください。というわけで、お会いだ。トフト。もう肉でしょう。じゃあ、明日からお疲れ様でーす。はい、どうぞ。あ、ごしがや。ごしがや。ごしがや。いいね。いいね。俺、あれ予言してるよね。あー、そうね。そうだね。俺、すごいな。俺、すごいよ。何かわからないかの動画を見て。